今日はね、はい、ラジオでさ、出会ったメンバーと、みんなが言ってるけどね、Pさんが繋いでくれてね、こうやって皆さんもこう来てくれたわけですけども、はい、どうですかこれ、いいだろう仲間って。いいね。え、ダウか。見えない。我々はね、いつも2人で YouTube、ゆびせんやピカチャンネル、TikTok とかさ、YouTube とかインスタとかやってるけど、大体2人ぼっちでね、はい、カメラ向かってやってるが、うん、やっぱ対人がいいですね。いいでしょ、うん、もういいでしょ。いい。こんなに背が低かったんですよ皆さん。ピカちゃんはちょっとこうね、え、何ですか、ずんぐりむっくり。若干ね、あのね、スノーとかのね、力を加工じゃないとね。張りすぎだよね。はい、あの加工で、加工付きで撮ってくださいね。そうですよ、はい、今日も加工付きでお願いいたします。そう、カクさんは加工で、はい、そういうなってますね。こんにちは。 I don't know what's so good I'd like to say good time。
やいやいや、芝生踏むなし、あ、いかがだったでしょうか。今日はね、はい、車の中からお送りしております。どこへ行くかというと、うん、スターバックス、いつものスターバックス。ちょっと待って、何忘れちゃった。何を、マスクあるよ、ここに。そのなんか使い古したようなやつ。大丈夫、あるよ。まあ、息止めるか、回しとけ。うん、しかし、しかし、しかし、はいはい、今回はあれでしたね、ライブの、あ、そう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 、挨拶ポッポー、挨拶ポッポーでした。あのね、ひかちゃん文句があるのよ。なに、先生にさ、うん、YouTube とか見てさ、うん、挨拶ポッポーのダンスを覚えてこいよって言われてさ、あ、そうだよ、必死にさ、もう右も左も全部のカウント細かく覚えたんよ。あ、そうですか。何よ本番、アドリブだらけ。アドリブなんか一個もなかったけど。メガネとかラガーとか、あんま聞いてなかったけどさ。あ、もう思いつきですよ。驚きも思い、それをアドリブって言うんですよ。え、それをアドリブって言うの。違うわ、そのアドリブじゃなくて、ああいう歌詞。え、ゆうちゃんが見た YouTube はそういうのじゃなかった。公式のやつは違いました。もう楽しかったからいっか。まあね、うん、それはやって前に出てさ、なんかダンスとかするの嫌いじゃないんでしょ。嫌いじゃないよ、うん、むしろ好きでしょ、うんうん、でも私のはもっと可愛い衣装着てダンスしたいな。今回別に衣装は自由だったけど、だけどあれを着てきたのはお前だぞ。一人だけさ、おかしいが、そんな、なんかね、何着てた今回。指ひか T シャツ。あれか、うん、指ひか T シャツどこ行ったんだろう私の。え、ないの。うん、家になかった。今度大阪それで行かんといけんだけん、ちゃんとお前多分ね、うん、梅ちゃんに貸したと思うよ。家にあると思う。あ、そうなの、うん、うちにあるので、梅の服がうちにあるから、うん、あ、そう、うん、だからそんな気がするね。俺はちゃんとあれだよ、勉強会だからスーツで行くよ。本当に、うん、え、スーツとか持ってない。え、これガチで持ってない。ガチで講習会に、お前なんだ、指ひか T シャツだけで行くつもりか。え、普通になんかジーパンじゃないズボンと、うん、なんか白いシャツみたいなのでいいかなと思ってたけど。マジでスーツ、スーツだ。え、本当のこと言って、じゃあうち本当買いに行かんといけん今から。ね、本当に買いに行かんといけん。それよりも指ひか T シャツがないんだったらそれを通販せんと。お前一回タモケ探してみて。たまる。で、待って、本当にスーツ？うん、電話してみる、ママに。なんで？スーツかどうか。本当に？電話したところで。だってどっちが本当って。うん、スーツが出くのか、うん、スーツで買んでいいのか。ちゃんとした格好で買う。本当に言っとる？本当に買いに行かんといけんよ。私はね、けどね、実はね、うん、あの、白衣持って行って。なんで？お医者さんって白衣持ってきたらどこ行ってもあれ公式になるんや。白衣なんか持ったらあんじゃない？持っとる持っとる。一緒にいたずらが気がしたるよ。してないよ、それは。衣装だろ。それじゃないやつ。ちゃんとした白衣持ってくから。本当に？うん。もうどこまでが本当でどこまでが嘘かもわかんないわ。え、本当にスーツ？あ？本当にスーツ？誰が？みんな。スーツなんかで行ったらお前なんだ、いたしいがな、そんな。きついがな、ずっと大阪までスーツでくれ運転して、やだわ。もうどっち、もう嫌いだよ。あちこち言う人は。いや、好きな格好していこう、お互い好きな格好でいこう。うん、分かった。じゃあもうママに聞いてから。なんでママに聞くで。ママ関係あへんがな、ママだって適当だぞ。ママ大阪の人だけ、大阪のことが分かっちゃうかもしれない。何がフォーマルスーツかね、ひょ、あれ、トラ柄かもわからんわ。まあまあまあね、トラとか着ていかんときかもしれない。あれ、この格好で行こうと思ってる。それをやめた方がいいと思うよ。それはもう出入り禁止でしょ。なんか可愛いお姉ちゃんが。でもそんなさ、何人も何人も可愛いお姉ちゃんがおった。
え、何人も何人もっていうか多分私たちだけだよ。じゃあもう本当に緩い格好で大丈夫だろう。でも私たち、え、ガチ講習会マンツーマンみたいなんでしてくれるとことか、うん、それすごいな。だって時間も、時間っていうか日付も決めて、うん、うちらが希望したやつで通って、時間もどうやって、それでお前2人講習どうやって寝るだ俺。どこで講習中に。え、なんか結構長いらしいよ。え、どうやって寝るの講習会中に。ここに目書いておけばいいだから寝るなし。あ、大阪まで行って。お前けど次の日聞くだけじゃないでしょ多分。分からん。実践するでしょ。ちゃんと勉強だな。うん、次の日お前試験だろうけど。うん、試験。車の中で勉強。用意よ。一応はだって天井にこうやって置いとけばいいもん。何時から次の日の何時からテストな。1時。1時から、うん、何時まで。2時半。ってことはクリニックに2時半に帰ってくればいいね。うん、失格だね。え、けどあれでできるでしょ、オンラインでしょ。うん、車の中でしろや。酔うじゃん。え、酔う。集中しとったら酔わへんわ。てか環境が悪いとさ、うん、電波環境、うん、できんでしょ。そんなトンネル入ったりさ、まあするな、高速で、うん、残念な感じになるかもしれん。そしたらまた受けるか。うわ、うわ、すごい渋滞してんじゃんか。しまったな。いや、でもまだ大丈夫で、早いからさ。そっか、うん、ね、お腹がペコペコペコ。そうなんよ。本当にペコリーナさんだけね。おにぎり食べたい。何？おにぎり。たまにおにぎりはねえと。ちゃんちゃんおにぎりねえっつ。いや、今日はもうやっと金曜日だね。うん、花金です。花金。ついがお前にけど、朝 LINE 送っとってさ、うん、朝っていうか夜だったよ。夜 LINE が来てた。うちのスイカさんから。うん、真夜中に。最近 LINE にハマってるからね。そう。スイカちゃんも寝てやってたんだけどね。ああ夜 LINE が来てた。ああ、なんて来てた。最初の始まりは、うん、明日の夜泊まりに行っていい。で、その下にお願いっていうスタンプと、ああ、連絡くださいっていうスタンプと、ワクワクっていうスタンプと、はい、ウフフみたいなスタンプが連続で来てんの。うん、あ、金曜の夜って送ったら、そうだよ、ダメ。いいよ。いいよの一択だな。あ、スタンプが怖いのよ。なるほど。明日の夜泊まりに行っていい、お願い。圧感じるね、うん、ということでね、スイカさん一人でしょ。スイカさんだけが今日プールがないのよ、ね。いちごとレモン8時だけど終わるって言ってたかな。なんかそう来てたわ。スイだけの方がいいって言ってた。そうだねって言ってた。この前梅種が来てね。やばいよね。あの2人が泊まりに来たの、生配信の後に梅と種だけ行ったな。うわ、うちすげえ静かですげえ平和だったよ。え、動画撮ろうと思って。はいはいはい。動画なんか撮る暇もなかったね。少しね、寝とるとことかの動画撮っといたけど。やばかったな。やばいのよ今日は。スイカさんはいいよ、落ち着いとって。まあね、うん、楽しみ。何するのそんな。私スイと一緒に行きたいとこがあって。スイで行きたいところ。そう、そこに一緒に行って、ああ、まあ、どっかでご飯食べて、はい、お風呂入って、はあ、帰ってゆっくりテレビでも一緒に見ようかと思っちゃう。はあ、なんか休日感あるね。明日仕事だけどね。朝ね。ね。明日は集合は7時30分だよ。なんか明日あった気がするね。あ？明日なんかなかったっけ、昼から。昼からは11日だっけ明日。うん。なんか行ってなかった？ないんじゃない。何もないか。大丈夫。大丈夫か。
スイカさんはさ、うん、普通に明日の朝またいつも通りに朝送り届けたらいいでしょ、うん、まあ、スイカはどうせ休みだから、まあ、ゆっくりでいいね、うん、でもスイカごらんとさ、タモケが大変だと思うね、今回は平和じゃなくてやばいよ。だってスイカが結構さ、梅種見てくれてるから、梅種、夏目を見てるのはこのスイカがおらないね、今夜やばい、寝かせよう、危険な気がするね。7時半に寝かそう。それで梅種が多分さ、なんでスイカがいないんだって騒ぐな。そこでさ、ガチャンってたよ。レモン、クーちゃんはなんで泣いてるの？連れてくわ、何がいいの、意味が分からんけど行くわ。ちょっとお前もう一回草剣を散歩してくれる？うん、湧き水でしょ。ちょだいぶ散らかってらっしゃいましたよ、ね、そこにさ、うん、まだ来て何そこに交番があるから。あれそれぶつけた。窓にぶつかるなし。うわっ、でも明日はさ、私が泊まりに来たって覚えとった？え？何？じゃん、土曜日は私が泊まりに行くよって。あ、そうなの？約束しとったが。ああ、もうわけわからんな。もうなんかどっちがどっちの家やら何やらわけわからんけど、どっちにも缶置いとかんといけると思ったらもうね。まあ置いといたら、うん、置いとくわもう。ああ、歯磨きは？歯磨きはあると思う。もあるんすか。コンタクトの取るやつも置いてあるし。確かにね。もういいわもう。いいか。分かんない、どっちが本当の家か。まあね。こんな感じでございまして、あ、スタバに着きましたね。着くな。無事に。はいはい。腹減った。腹減ったな。相当腹減った。今日4つぐらい。はい、うち本当にね、今食欲がすごいんですよ皆さん。そうね。うん。毎日あのね、ラーメン食べてもらったな。本当に食ってるか、うん、お前あれ俺と半分こだって俺結局一口も食わしてもらえんかったかな。ひもじい目で見とったら最後何やん、ネギのカスみたいな残りだけビシャってネギもしない、チリ吸っとビシャって、あれだけだよ、ネギのカスみたいな。お、お今日は偉い、繁盛の人が、あ、ちょっとね、うん、オッケーオッケー、ポッポー、挨拶ポッポー、着いた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 ということで、また後ほうだ。え、待って、何や、後ほうか、後ほうがあるの、これ、これに、あ、後ほうがある、じゃあ後ほう、おーい、帰ったよー、どうか、もう食べてるし、マジで何アワビやんか、え、チキンなんとかだったな、辛いやつ、辛いよ、うん、うん、シュガードーナツで、あと飲み物なんだっけ、抹茶、結構食べるな今日は。初めてトール頼んだ。ああ、なるほど、わしはの生ハムモッツァレラチーズ、美味しい、美味しいだ、うん、ね、これ多分足りんと思う、足りん、うん、もう一個買いに行くか、うん、あとでね、うん、ママにもね、シュガードーナツとオーツミルクラテ買ってあるからね。ママに届けに行くよ。そう、次はからね。これが我々の朝です。うん。モーニングルーティンや。うん。でも今週初めてしたね、多分。忙しかったな。うん。何時だ？なんか朝一さ、うん、結構仕事入ってなかった。うん、8時半からね。うん、今日はゆっくり。ゆっくりしとるのがいいのか悪いのか。まあね、まあいいわよ、たまにや。あ、ごぼうすなし、セーフセーフ、辛っ、めっちゃ辛い、辛いのこれ、うん、美味しいよ、いつも食ってんだ俺や、うん、何がダイエットやねん。ほんとにさ、トライアスロンあるのに大丈夫？あ、でもエネルギーは貯めとかんとね。今朝体重計乗ったらさ、うん、重くなっちゃってた。うん、
2ライン来てますけど、まさかスイカは学校でしょ。確かに。ユニクロだ。ユニクロだ。ユニクロさんも2ライン。ほら、なんかユニクロ絶対朝ラインが来るんですよ。知ってる？絶対毎日8時この過ぎに。うんうんうん。ユニクロとか知ってる？ユニクロ知ってる？うん。お洋服屋さんだ。分かってるよ。ユニクロぐらいは忘れて行きますわよ。え、行ったことある？うん。本当に？うん。ヒートテック買ったことある。終わり？ユニクロのもうそれは代表だね。うん。え、普段はさ、うん、お店屋さんの洋服買う？ネット？最初はネットかな。お店屋さんで買わんの？前は買いよったけど今はもう買わんね。うん。久しぶりに今度大阪行った時買い物したいけどな。したいね。うん。警察だ、助けてやめてるよ、警察さん見つけるためにそれ言うの。狼少年になっちゃうからね。あれだよ、大阪行った時に買い物したいね。うん、うちも有り金全部持っていこう。有金全部持ってくってなんか言い方せんな。てかそれなんか有り金全部出せみたいな冒頭やないかい。違った？もうね、冒頭がカツアゲでしか聞かんねん。ハリガネ全部出せ。ハリガネ全部持っていこう。おいしい。ということで、まあ、7月13日の水曜日は、うん、大阪駅の5階の時の広場で、はい、遊んでます。うん、リストバンド持ってみんなに配るから。やっぱりリストバンドさ、ただであげるわけにはいかんな。うん、ただであげようよ。やっぱりじゃんけんで勝った人じゃないか。いいよ。10時から12時な。うん、待ってるね、バイバーイ。あっつバイバイ。あ、いいよ、バイバーイ。もう着くからね。